あれ取れてる、取れてる、はいはい、こんばんは。 KTC 放送局の店長です。こんばんは。はい、いて、ポキってらしゃいて。はい、おー、そういえばね、なんかね、最近スマートフォンでアプリやってる子供たち多いっすよね。うん、バーベキューとか海にね来てもタブレットとかね、あれのなんかね使ってゲームやってる子たち多いけど、怖くなっちゃうよね、なんか ああいうの見てると。うん、本当にどこに行ってもタブレットで YouTube 見たりね、なんかあのゲームやったりしてるじゃないですか、子供たちが。あ、なんかピコピコした時代になったなと思って昔からゲームボーイとかねいろいろあるけど、あ、海行ったら海の遊びねして、バーベキュー行ったらバーベキューって、ね、遊んだもんですけどね。と言いつつも僕も、うん、バーベキュー行ったりそういうとこ行ったりしてゲームボーイやった時しばらくありましたけどねなんで昔も今も変わらないですね。ただ媒体が変わっただけでね、うん、ゲームボーイとかね、なんかあのポケットステーションとかそういうのからスマートフォン、タブレットに変わっただけで、まあ、昔も今も変わんないですね。ね、男の子はゲームが好きです、女の子もね。というわけで、はい、今日の動画はちょっと全然関係ないんですけど、まあそのタブレット動画が関係ないってこともねえな。子供たちがやっぱ YouTube とかねいろいろまあ見てて思ってたんですけど、最近動画配信でやっぱすげえなと思って、そういう動画配信っていう行為、うん、ね、子供から大人ね、ではご老人までね、いろんな人がもう老若男女ってよく俺使いたがるんだけど言えねえんだよね、滑舌悪くて。じゃあ使うなよって思うけど、つい言いたくなっちゃうんですね、老若男女でね。はい、まあその老若男女、うん、あのもうね、あの動画配信っていう、動画配信では動画っていうものに対してすごい気軽にまあ、接する時代っていうか、うん、まあそのおかげで動画配信っていうか動画配信者、あ、僕みたいなポンコツでもね、ある程度需要をね、需要があってやらさせていただいてるんですけども、ものすごい数のね今配信者が、いますね。僕は全然他の人の見ないんですけど、動画とか、うん、まあ一部見るんですけど本当に。でもなんか僕が見るのって本当 YouTube のみなんですね。ツイキャスだったりとかも一時期ね、ちょっとチャンネルがねあれだった時に見てたんですけど、基本は YouTube のみなんですよ僕って。でもういろんなね、メディアっていうか、なんていうの、媒体があるじゃないですか。最近有名なところで言うと、TikTok ですか、とか、バインだったりとか、ツイキャスとかね、ニコニコ動画とか、あとなんか最近、ふわっちとかね、なんかいろいろ僕、なんぞ知らないですけども、聞きますよ、うん。いっぱいありますね、とにかく。LINE ライブとか、インスタのストーリーとかね、なんかいっぱいあるなと思って、でね、本当に誰でも気軽に配信者になれる時代になったじゃないですか。まあ、俺もそのおかげでね、こうやってちょっとみんなの前でお話しさせてもらってるんですけど、うん、させてもらってるんですけど、なんかさ、もうとにかく何でもいい、とにかくもう再生回数稼ぎたいから何でもやっちゃうとか、もう何でもやっちゃうぜみたいな人いるじゃないですか。まあ、いい方向性のなんかそのものだったら何でも俺やっちゃうぜみたいなね、何でもすげえことやっちゃうぜみたいな人はいいんですけど、だからなんか悪い方向のさ、何でもやっちゃうときのやついない、うん、具体的に言うとなんだっけ、ほらリアル喧嘩突みたいな、なんだよくわかんないけど、突ってよく使うらしいですね。その突撃すること、突撃することっていうか、よくFPS とかで突すなとかね、よく言ってましたけど、まあ、とにかく突って突撃することみたいですね。リアル突ってなんかなんだ、他の配信者のところにリアルでなんか言ってみたりとか、なんか、喧嘩突とか言ってなんかね、よくそういうのあるみたいなんですよ。僕知らないんですけど、詳しく。この間ちょっとね、他の人にこういうのあるんだよって見せてもらって、なんか、
何だったっけな、本当に名前はあんま伏せるけど、なんかめっちゃ他人に、他人というか他の配信者に絡みに行って、なんかめっちゃ喧嘩してるとこをその放送して再生回数稼ぐみたいな、感じの配信スタイル、まあそういうのって結構ね、やっぱりおなんだ面白そうって思って見る人が多いんでしょうけど、それをねなんかね得意になっちゃって、それやっちゃってる人、とにかく再生回数稼げっから喧嘩等してみましたみたいなね、俺は個人的には嫌いだねあれ、他の、ね、人に受け入れられてるからね、再生回数稼げるってことは需要があるんでしょうけど、俺あんま好きじゃないですねあれ、見ててね、なんかごめんなさい、僕はイラついちゃいますね、あれ見てるだけでイライラしてる。というのも、なんかその喧嘩突然なんかあったってやってる人って大抵、いろんな人見たんですよその時、大抵っすよ、しょぼいやつですね、誰とは言わないですよ、大抵なんです、どれがどこに大抵がかかってるかわかんないですけど、まあすげえしょぼそうなやつがなんか、おいなんでこの野郎、おいてめえぶっ壊れ、おいくっそー、こうやってね、もうねさながら中学生じゃねえや、さながら中学生低学年、ね、中学生、まあそんな感じですよね、さながら中学生低学年の本当にノリっすよあれ、中学校1年生ぐらいのノリっすねあれね、でそれから結構いい大人がやってるんですよね、見るとあの中学校低学年のノリをそのまんまで、なんか配信者の名前もめっちゃ香ばしいんですよ、何々流、なんとか監督が流とかさ、トラ、なんだかもう本当に中学校低学年のなんか男の方がつけそうな名前ですよね。本当に。びっくりしたね、俺はああいう世界があること。なんかいろんな世界があるなと思って、別に全部否定するわけじゃないんですけど、僕は個人的に嫌いですね。気持ち悪いですね、あれ見てると。だってダサいんだもん。明らかに今までそういう風になんかね、生きてこなかった人ってのがもうプンプン分かるわけですよ、動画を通して。でもそれが大人になってなんか中学校ね、中学生みたいなことをやってるからすげえ白い目で見ちゃう、まあいろんなスタイルがあっていいと思うしね、需要があるからやってるんでしょうけど、まあダサいですねあれね、本当に生きがった中学生のノリを大人がやってるって、大人同士がやってるっていうね、他のね、20代の女の子とか、その時ね一緒にいて見てたんですけど、これかっこいいこれっつってめっちゃ気持ち悪いって言ってたでしょうねっていう、でも本人たちは多分かっこいいと思ってやってるんですかね、まあやってるんでしょうね、じゃなきゃできないんでしょうねあれね、でもね思ったんだけど、たまたまそういうもん同士でね、ああいう風にね、なんでおい、うっせえこれやろう、なんとかなんとかってやり合ってるがいいけど、あれね、ほんまもんの人にあのノリで言っちゃったら、死にますって。死ぬよね。マジで。だって、動画見てるだけで俺、めっちゃイラついたもん。俺は全然本物とかそういうんじゃないけどね、こんなパニッシャーのね、T シャツ着ちゃってるようなオタクなんですけど、まあイライラする、あのやり取り見てると気持ち悪いんだもん。だって普段絶対そういう感じじゃなかった人がね、ああいう風にめっちゃ生きがってるもんだから、あれは本物の人とかにね、もし誤って絡んでしまった場合、とてつもない目に遭いそうな気がするんですけど、大丈夫ですかねあれね、ちょっと心配になる節もありますわあれ。やっぱお互いでも動画あれね、強いのが生配信かなんかしてるんですよね多分、生配信しながらやってるから、うかつに相手も暴力行為ができないっていうね、そういう強みはあるでしょうね。何せ暴力行為のね証拠になっちゃいますから、手出そうもんだったらね、啓発のご厄介になっちゃうんで、多分そういう強みがあってあんだけ強気に出れるんでしょうね、ああいう喧嘩凸してるね配信者の一部はね。みんな、俺全然知らないですから、詳しくないんで、もしかしたらすげえ本当に気合いの入った人とかね、そういう配信者がいるのかもしれないんですけども、僕が見た喧嘩突系のリアル突系の配信者は
大抵ポンコツでしたね。ポンコツ同士のなんか争いみたいな、なんかもうね、すごい低いところで争ってるもんだから、もう滑稽で滑稽でしょうがなかったですけど、わかんないですよ、気合いの入った人もいるかもしれないんで、ね、全員が全員の全否定してるわけじゃないんですけど、僕はわかんないんでね、見てないんで、僕が見た一部はひどかったです、うん、地獄絵図ですねあれ。本当にひどかったよ、うん、なんかもう本当にね、中学校高校の時はなんかめっちゃパッとしない、なんかあのひっそりクラスに佇んでそうなね、男の子がめっちゃ なんか大人になって髪の毛金髪に染めて、なんかスーパーダステサングラスかけてさ、どこで買ったのそれっていうサングラスかけて、めっちゃウェイウェイとか、ウェイこれ出ろとか言ってさ、さながら本当にもうヤンキー漫画のなんかあの古代課題っていうの、なんか誇張した表現のザコシさんですよね、あれね、ザコシショウのモノマネと同じようなレベルっすよね、本当にもうあのこのフン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 、これと同じっすよね、それのレベルでやり合ってるからね、喜劇にもならない、うん、コメディにもならない、なんかもう本当に食中毒起こしそうっすよあれ見てるだけで、うん、ね、多分本物の人たちの雰囲気を知らないからね、ああいうなんか演劇じみたっていうか、なんかそういう表現になっちゃうでしょうね、なんかもうひどかった俺が見たやつ、なんかなんか酎ハイ片手にさ、ウェーウェー、こんなんすよ本当に、ウェー、こんなんする人いる？リアルでいないでしょ。っていう、あレベルのね、あの顔芸を見せてもらいましたけど、そんな顔芸しながらウェイウェイウェイって言うんですよ、いないよそんな人、本当びっくりするよっていう、で名前がめっちゃかっこいいのね。本当にね、えもう本当に意外に、だからそういうね、あのひっそりっていうか、おとなしかった、おとなしめだった子たちもそういう世界に実はひっそり憧れてたんでしょうね。それがね、若い時にできなかったから大人になって具現化したっていうか、前に出てきた姿があれなんじゃないかなと思って、ちょっと、うん、遅すぎた青春じゃないけど。ねえ、なんでしょう、本当の人たちの雰囲気を多分知ったら、多分あれなんか僕らが演じてるキャラと違うなっていうのが多分分かって恥ずかしくなると思いますよ、あの、うん、感じだと変だもんだってあれ、うん、みんなめっちゃひょろひょろなんかあの色が青ざめたようなね感じの子たちがそれ金髪に染めてはやってね、髪の毛なんかそういうにしてはやってね、え、なんか漫画とかそういうのに出てくる不良のキャラクターをなんかの頑張って演じてる感じなんですよ、その子たち気をつけてください、本当もしそいつそういうことしてる人がいたら、あのまだねそういうねポンコツ同士の配信者同士でやってる分には全然ね実際の被害ないですけど、なんか本当に危ない人とかにあの勢いで絡んじゃったりとかしたら、本当に多分シャレンじゃ済まないですよ、多分、まあ多分おそらく相手にされないでしょうけど、なんやねんこいつっていうような感じのやつらなんで、おそらく相手にされないでしょうけど、まあ、虫の居所が悪かったら多分コテンパンにやられちゃいますよ本当に、うん、撮ってるからとか関係ないですからね、そういう本気の人たちはね、うん、本当に気をつけた方がいいと思います、マジで殴られたらめちゃくちゃ痛いからね実際、うん、ね、一発メガトンパンチがいいの入ってね、メガトンパンチで、そう、顔になんかもう変なギブスみたいなはめて生活しなきゃいけなくなっちゃった人は知ってますから、うん、もう一生じゃないけどね、怖いっすよ本当に人間の暴力は。気をつけた方がいいなと思って、そういう人たち本当に危ないから、
ね、当たりどころ悪かったらね、あの2、3発殴られただけで人間死んじゃいますからね、気をつけてくださいね、ほんとそういうリアルドッツだなんだってやってる人とか言って嫌だな、なんか俺もいつかそのリアルドッツだなんだの標的にされたら怖いな、俺ほんとやめてほしい、なんかそういうの僕のね、生配信とかされたら俺だって多分暴力とか震えないもん、捕まっちゃうの嫌だし、そういう場合ってどうすればいいんですかね、まず携帯を取り上げるべきなんですかねどうすればいいんですか、あとはあ、うーって伸びるふりしてバーンってパンチするとかねそういうことしか思いつかないですけど、うん、とにかくリアルドッツだなんだっていうのはちょっとあのね、再生稼げるからってなんかあのね、手っ取り早く多分再生回数稼げるんじゃないですか、そういうのって、そういうのにこう頼らなくてもね、あのやっていけるような配信者になった方がいいんじゃないかなと思います。まあ、そういうのでね、そういう炎上商売とかいろいろあるし、なんかね、あの、うまくやってる人はうまくやってる人でいいんでしょうけど、まあ、ちょっともう無理しない方がいいですよ、本当に。うん、無理やりやってる人は。危ないもん、あれ見てて、本当に。殺されちゃうよ、本当に。マジで。そんなで刺されたって面白くないしね。まあ、何よりダサいしね。本当に。あれ見て喜ぶのって多分中学校低学年くらいでしょ、中学校1、2年生ですよね、うん、普通の人が見たらうわーってゾワゾワゾワーってもうね、サブイボっすよ、サブイボ、サブイボの対象っすよ、うん、本当に、はい、ね、こんななんか16分17分か17分もかけてね、しっかり喋るような内容じゃなかったんですけど、なんかあれ見てねすごいむしゃくしゃしたんで、あの個人的にね、まあ、見て一緒に見た人みんなむしゃくしゃしました、なんなのこいつはこの喋り方みたいな、気持ち悪いみたいな、うん、ね、あれ逆にね、僕がでも見てた時はこいつ痛い目見ねえかなっていう目で見てました、その配信者、めっちゃリアル撮影して調子乗ってるやつ、そういうニーズっていうかそういう需要があるのかもしれないですね、こいついつか痛い目見ねえかなみたいな、今回こそ痛い目見ねえかなみたいな、期待をしながらみんな見てるのかもしれないですね、それはそれでありなのかもしれないね、そう考えると、あ、それはありなのかもしれないね、こいつ痛い目見ねえかな今回みたいな感じで見てるのかもしれない、それはそれでありですね、一つの、方法として、はい、でも気をつけてください、本当にリアルトツだなんだってしてる人で、僕のとこには絶対来ないでくださいね、リアルトツ、漏れなくね、あのミサーのエルボーを食らわせますから、あ、はい、喋り疲れたんでやめます、はい、さようなら、おやすみなさい。